町南茂原茂と社軌道。町南茂原肝人社軌道は、千葉県町西も茂原町、現、茂原市、町南町、現、町南町に、1909年、明治42年から1926年、大正15年まで存在した、一軌道である。千葉県によって付設され、町南町で生産されるカマスムシロや米などの、輸送を中心に、旅客の輸送も行っていた。 なお、名称が一定しておらず、茂原町南間軌道、茂原、長南真央都社軌道、千葉県営軌道町南線などといった名称で呼ばれることもある。本項目での記事名は、千葉県統計資料対象11年、同対象12年などによった。また、口述するように、千葉県は不設こそしたが運行、経営には関わっておらず、実務は、 小南モバラマオと社軌道運輸車両組合が行っていた。同組合についても本項目で記述する。1908年、明治41年に千葉県知事に就任した有吉忠和は、県内の交通量が増加しているにもかかわらず、道路改修が進まないことから、鉄道の有効性を唱え、県による布設を計画する。その計画の一つとして、 長男と茂原との間に軌道が敷設されることになった。この背景には、長男周辺で多く生産されていたカマスムシロは、戦地での弾薬等運搬に使用される軍需であったため、軍事面での要請があったとも言われている。これらの事情もあってか、建設において、鉄道連隊の助力があったほか、資材は陸軍省からの借用品であった。こうして、1909年、 明治42年10月に、茂原駅前、大向き間が開通する。なお、当時の日本において、軌道の建設は、軌道条例、後の軌道法に基づく特許が必要であったが、この軌道に関しては、特許が取得されていない。どのような法解釈によってこの状態が成立したのか、詳細は不明だが、軌道条例に関する法律の適用が緩やかで、県知事許可によって、 軌道の敷設が認められていた時代があったのではないかという推測もある。この後有吉は宮崎県知事に就任するがここにも軌道条例によらない住吉村営人車軌道が開業する子になる。開通した軌道において補修は県の土木出張所によって行われていたが運営は地元に新しく組織された運輸車両組合によって行われた。同組合は 名誉職である組合長は、荷主の中から選ばれたが、基本的には、一社のお仕事によって構成されており、組合員の平均的な月収は十二円。貨物用トロッコを一回押すごとに三十銭の、不合制であたであったという。また、組合の他に、荷主が自家用なトロッコと使用人を使って、荷物の運搬をすることもしばしばあり、これは、組合の邪魔にならないように主に夜間行われた。 1913年、大正2年には、大向きから町南町の町外れである地蔵町まで軌道が延長される。この延長区間は、貨物輸送のみが行われていた。開業当初は、貨物輸送、旅客輸送ともに好調であったが、1921年、大正10年から町南にも乗り合い自動車が運行されるようになり、また、 カマスムシロの輸送をトラックに切り替えるよう軍が求めるなど自動車交通が対等してくるようになったため軌道の必要性は低下。1924年、大正13年頃に旅客輸送が廃止され、1925年、大正14年には貨物輸送も廃止されて、長男モバラマオト社軌道運輸車両号は解散。公共交通としての軌道はその運行を終了した。 組合解散後も、荷主による自家用トロッコは軌道を使用していたが、1926年、大正15年になると、線路が破損して交通上危険になった上、陸軍からレールの変換要求も起きたため、千葉県により線路が撤去され、人車軌道は完全に消滅した。なお、軌道廃止後の1930年、昭和5年に、 かつての軌道路線に並行する形で、南宋鉄道が開通したが、これも1939年、昭和14年に廃止された。旅客輸送は午前中に3往復、午後に3往復の、計6往復が運行されていた。ただし、沿線にある少年寺の銃や法要や重複樹時の河瀬き、修山時の解散期、笠森寺の縁日などの日には加えて、 臨時便を運行していた。茂原駅前、大向間の所要時間は約50分。ただし、大向方面駅は上り坂のため、茂原方面駅よりもやや時間がかかる傾向があった。貨物輸送は、晴天時のみの運行で、前世紀は30人余りのお仕事によって1日、数十台が運行された。以上、千葉県統計書による。 1916年から1920年に関しては、軌道条例によらない路線のためという理由で、掲載されていない。貨物輸送量の単位が一定しないのは、原点のまま。茂原駅前茂原町は静須田米光、大向き、各停留場には大避線が存在し、切符の販売も行っていた。また、終点の大向き停留所、現在のあたご町バス停付近は、車庫。 倉庫も併設されており、運営の拠点であった。一区間ごとの運賃は三線で、全区間乗り同した場合の運賃は十五線であった。定期券はなかったが回数券は存在した。旅客用として、八人乗りの人車と予備として四人乗りのテントバリム会社を合計で八両、所有していた。八人乗りと四人乗りそれぞれの、両数は不明だが、四両ずつであっただろうと。 推測されている。8人乗り車両のうちの1両は、軌道が廃止された後に、茂原市内の民家で物置として使用されていた、子供の勉強部屋として使用されていたとも言われるが、現在では、茂原市郷土資料館に保存されている。一方、貨物用の車両は、トロッコと呼ばれ、1両につきカマスなら30個、米なら20票程度を積むことができた。 再生期で20両程度が存在したという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。